ラオウと私は両親の死をきっかけに北斗神拳に弟子入りした。あの日私たちはこの墓の前で師匠龍拳を待った。亡くなった時お前には兄ちゃんがいる。俺たちはこの世で一番強い兄弟になるんだ。お前たちがラオウと時か、そこに立て。養子にするのは一人だけだと師匠は言った。這い上がってこい、その一人を弟子にすると。強くなければ生き残れない、それが北斗の定め。僕は気にしないで兄ちゃんだけ登ってくれ。大丈夫だから早く行ってよ。そう頼んだのにラオウは私を抱きかかえて片手で崖を登った。二人一緒じゃないなら養子にはならない。お前のことは俺が守るから。血だらけの顔でラオウはそう叫んで、人生をかけて断崖絶壁に勝ったんだ。ラオウの思いが師匠を動かし、私は弟子入りしないまま面倒を見てもらうこととなった。そしていつも修練場の扉の隙間からラオウの修行を見ていた。何度も倒され、一日中叩きのめされてる。肉は裂け、骨は砕け、あまりにも壮絶だった。兄ちゃん大丈夫だ、俺は絶対くじけない、決して負けはしない。もし俺がくじければお前も生きられない。お前の居場所は必ず守る。それに俺はこの世で誰より強くない。この名を天下に鳴り響かせる。いつの日か大丈夫だ、信じていろ、信じてるよ。どこまで行くのか。お前も修行。北斗神拳は一子相伝、同じ道を行けばいつか俺と戦わねばならん。それでもいいのか。いい、兄ちゃんを超えるんだ。時優しいだけの男だと思っていたが、お前にも俺と同じ熱い血が。いいか、時もし俺が道を誤った時はお前のその手で俺の剣を封じてくれ。約束だぞ。わかった、僕は誓う。天を目指す兄ちゃんが道を誤ったら、必ず僕がそれを止めよう。今こそついにその時が来た。この命をかけてあなたを超えよう。憧れてきた私の兄を、その野望を砕いてみせる。約束された我が宿命の対決を今